ち水を始めさせていただきます。ここ大手町丸の内有楽町打ち水プロジェクト2016は、大手町丸の内有楽町地区で全5日間6つの会場で実施されます。初日となります。本日はここ行幸通りで実施させていただきます。30度を超える暑い日が続いたかと思えば、ここ数日は急な雨があったり、今日は急激に気温も下がって、浴衣姿の方はちょっと肌寒いかなという陽気なんですが、これからのまた暑い暑い夏に向けて皆さんに打ち水を体験していただけたらと思います。ご挨拶が遅くなりました。本日こちらのステージの司会を担当させていただきます、有楽町にあります日本放送のアナウンサー増田みのりです。どうぞよろしくお願いいたします。イベントの主催者であります大手町丸の内有楽町夏祭り2016実行委員会より、大手町丸の内有楽町地区まちづくり協議会相葉直人理事長からご挨拶をさせていただきます。相葉理事長、お願いいたします。皆さんこんにちは。今日はちょっと涼しいんですけれども、例年通り、こんなたくさんの方にお集まりいただきまして本当にありがとうございます。この、打ち水イベントは2005年から、数えること今年で12回目になります。人が一巡いたしました。ここへ至るまで、今日ご出席の、環境省さん、そして千代田区さん、東京都さん、そして、後ろにあります、東京駅の JR 東日本さん、大変、お世話になりました。また何よりこうやって、参加していただく皆様のおかげで、ここまで、来ることができました。リオのオリンピック、もうすぐ始まりますけれども、これが終わりますと、おそらくこの熱気が、東京に、集中して、来ることになると思います。この通り、行幸通り、そして交差する丸の内中通り、それから大手町の、川端緑道、この3カ所が国家戦略特区による公的空間の積極活用ということで認定をいただきまして、この場所を使ってさまざまなイベントを今後も繰り広げて、ぜひオリンピックに向けた盛り上がりをしていきたいと思います。ぜひまた皆さんも積極的に参加をして楽しんでいただけたらと思います。今年は打ち水の後、この後ろの矢倉郡でございますけれども、ここで盆踊り、そしていろんな店が出ておりますので、これについても楽しんでいただければと思います。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。相葉理事長でございました。続きまして、同じく主催者であります大手町丸の内有楽町夏祭り2016実行委員会メンバーの環境省を代表しまして、鬼木誠環境大臣政務官からご挨拶をさせていただきます。鬼木政務官、お願いいたします。皆様こんにちは。環境大臣政務官の鬼木誠でございます。本日は打ち水プロジェクト2016丸の内で打ち水にご参加いただきありがとうございます。東京の中心である大手町丸の内有楽町地区で行うこの打ち水は、今年で12回目となる国内最大規模の打ち水イベントです。今年の夏も暑い日が続いており、全国ですでに約1万7000人を超える方が救急搬送をされています。これは昨年の同時期より2000人ほど多い数字となっております。都会の平均気温は気候変動とヒートアイランド現象により昔よりも高くなってきております。打ち水は昔から日本の夏の暑さを和らげるために使われてきた工夫です。夏の夕暮れ時に打ち水をすると、寝苦しい夜を快適に過ごすのに効果があります。打ち水のほか、こまめな水分補給、涼しい服装、そして暑い時には無理をせずエアコンや扇風機を使って熱中症の予防を心がけていただきたいと思います。環境
所としても熱中症のかかりやすさを示す暑さ指数や熱中症予防策の情報提供などに引き続き取り組んでまいります。本日を機会に皆様も打ち水を実践する際は水道水ではなくお風呂の残り湯などを使う工夫をしつつ夏の涼を楽しんでいただきたいと思います。本日はこの打ち水皆さんで楽しんでいただきまして思い出に残る一日としていただきたいと思います。誠におめでとうございます。どうもありがとうございました。任期環境大臣政務官でございました。続きまして同じく主催者であります大手町丸の内有楽町夏祭り2016実行委員会メンバーの千代田区を代表しまして石川雅美区長、東京都を代表しましてこの会場となります行幸通りを管理されています東京都第一建設事務所新谷圭一所長よりご挨拶をさせていただくとともに本日はゲストとしましてこの会場の目の前東京駅から東日本旅客鉄道株式会社芹沢文也東京駅副駅長にお越しいただいております。それではまず石川区長どうぞステージへお願いいたします。石川区長よりご挨拶を申し上げます。皆様こんばんは。地元の千代田区長の石川でございます。私は12回目でございます。こんなにですね涼しいのは初めてございます。まあしかし環境省からもお話ありましたようにこの打ち水は江戸時代の庶民の涼を取る生活文化であります。どうぞこの日本の中心この場から打ち水を普及発展しようということで続けております。そして今日はご覧のようにこの行幸通りに初めて盆踊りの櫓ができました。まさに夏の暑い盛り楽しみながら涼を涼しさを実感していただきたいという思いでこのイベントが行われております。ぜひ十分にお楽しみいただきながら身近なところで打ち水をしていただくことを期待いたしまして私の挨拶といたします。本日はありがとうございました。東京都第一建設事務所新谷所長お願いいたします。どうも皆さんこんばんは。私はですね初めてなんでちょっと緊張しておりますけれども今日皆様方このように私どもが整備させていただいた行幸通りにいろんなことがお越しいただいて誠に嬉しい限りでございます。私ども東京都やはり道路を整備した後皆様方がどういうふうに使っていただけるのかというのが一番大事なことだというふうに思っております。まだ日比谷通りから向こう側はできておりませんし東京駅側は東京駅さんとこれからまだ事業を進めますけどもこの行幸通りの、きれいになったリニューアルオープンは、平成30年ぐらいに予定しております。そうなった時にますますこの打ち水プロジェクトがですね華やかに開催されればなというふうに思っております。あともう1点だけPR させていただきますと皆さんは隣に車が車道いわゆる車が走っているとございますけども僕は保水性舗装っていう水を保つ舗装というのをやらせていただいております。女性の方で言えば保湿ですねヒアルロン酸っていうわけではないですけどもそのような形で、三菱地所さんが丸ビルの 再生水を時々自動的に水を撒くような装置を作っていただいております。ぜひそういうところもですね気づいていただければというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。まずは本日の開催誠におめでとうございます。どうもありがとうございました。新谷所長でございました。続きまして東日本旅客鉄道株式会社芹沢東京駅副駅長お願いいたします。
緒にここにいられるということを大変光栄に思っております。ありがとうございます。また東京駅工事が続く中で、非常に皆さんにご迷惑をかけしていること多々あると思いますけれども、誠に申し訳ございません。その中でも、丸の内側地上地下と大きな工事も行っておりますけれども、丸の内地下においては27日から一部店舗がオープンするなど、徐々に開発は進んでおります。より多くのお客様にいらしていただいて、地域の発展の一翼を担うことができればと思っております。何よりも駅はどうあるべきかと考えたときには、やっぱり地域の皆様と共に生きることが大切だと思います。今後も皆様に愛される駅づくりを行っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。モデルとして活躍中のリーザさんです。どうぞステージにお越しください。やっぱり華やかですね。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の浴衣もとっても素敵ですけども。そうなんですよ、今日はジャパンスタイルさんに着させていただいた浴衣なんですけども、はい、私はこの大きめの金魚柄がとても気に入っていて、最近は割とシンプルな浴衣が多かったと思うんですけど、こういう大きめの柄を使うのがすごく今年らしくて、なんかちょっと大人目でいいですよね。行幸通りで打ち水ということなんですが、丸の内はよくいらっしゃいますか？今日とっても不思議な気持ちでここに立っていて、なんでかっていうと、私ここでとてもよく朝の6時ぐらいに撮影をしてることが多いんですよ。雑誌の撮影は普通の人がいない時がいいんですよね。そうなんですよ。で今日はとっても、和な感じにこちらがなってるんですけども、普段は、ちょっとこう洋風に見えるんですよね、引きで撮ると丸の内って。だからOL さんの役をしてここでこう、通勤風景っていうのもよく撮ってるんですけども、こんななんかガランと今日和な感じでとっても新鮮です。そうですね。はい、今までは去年は丸の内の中通りに櫓があったんですが、今年はこの目の前行幸通りということで、東京駅の目の前に櫓っていうのもね、本当になかなかないことですよね。撮りたいね。撮りたいです。ぜひこの後踊っていってください。いつもは雑誌で OL さんだったり、通勤風景だったりというのを撮影されていると思いますが、今日丸の内の OL さんもたくさん来てくださってるんです。ね、本当に普段私たちは本当にここで働いてる皆さんを見本に撮影をしていただいていて、雑誌を作ってるんですけども、実際こうやってなんか皆さんにお会いできるとすごく嬉しいです。はい、私たちもいつも、ね、雑誌で拝見してるので、本物のリーザさんを拝見すると、やっぱり素敵だわ。感激してしまいました。今日こちらで盆踊りもありますが、リーザさんはどうですか？夏祭り、花火大会などはプライベートでお出かけになりますか？そうですね、盆踊りは私小さい頃も恥ずかしがり屋すぎて、踊りたいのに踊れなかったっていう悔しい思い出があるので、ちょっと後でちょっと覗いてみたいなと思うんですけども、はい、屋台やキッチンカーも充実しますので、ぜひ楽しんでください。打ち水というのは経験ありますか？もちろん存在は知ってますけど、私はちょっとドイツ生まれなので、やったことがないんで、今日ちょっと初打ち水でございます。ぜひ今日体験していただいて、はい、また暑い時にお家のね前の道路でも、ちょっとでも水をかけると違うというのを体験していただければと思います。はい、今日どうもありがとうございました。今日のリーザさんに大きな拍手をお願いいたします。それではこれより打ち水の準備に入りたいと思います。登壇者の方々はスタッフの誘導でステージ前へ移動してスタンバイをお願いいたします。そして皆さんにご準備いただいている間に、本日ご登壇された方々以外でこの打ち水にご参列いただく方々をご紹介させていただきます。最初に環境省水大気環境局、高橋康夫局長です。続きまして三菱地所株式会社
林総一郎専務執行役員続いて東京ステーションホテル総支配人藤崎仁様でございます。そしてこの打ち水プロジェクトでは毎年気象情報会社株式会社ウェザーニューズの協力により打ち水観測というプロジェクトを展開しております。これは同社が温度計による計測と人間の実感を組み合わせて数値化する観測値による打ち水効果の検証方法です。スマートフォンをお持ちの方はぜひ打ち水実施後にウェザーニュースのアプリをご確認いただき、このプロジェクトへもご参加ください。本日はウェザーニュースのキャスター藤岡茜さん、そして高山奈々さんにもご参加いただきます。また使用するお水は東京国際フォーラム様よりご提供いただきました中水になります。普段は植林などに散水として使用しており、施設の飲食店内の厨房排水や雨の水雨水をためたものをろ過処理したお水になります。本日は株式会社ウェルシー様のご協力により、その中水をさらにろ過作業していただいたお水を皆様へご提供しております。それでは準備できたでしょうか。ここでステージの前にお並びの方々には打ち水の練習としまして、プレスのカメラ向けにちょっとですね、打ち水のポーズをしていただきたいと思います。打ち水の振りですので、実際にお水は入れずにちょっと桶と柄杓をお持ちいただきまして、フォトセッションといいますか、お水を入れずに打ち水のアクションをお願いしたいと思います。私がせーのと申し上げますので、皆さん一斉にそれと言いながら打ち水のポーズをお願いいたします。それでは大手町丸の内有楽町打ち水プロジェクト2016、せーの、それそれということで、カメラマンの皆さんよろしいでしょうか。本番もありますので、それでは続けて本番になりますので、今度はお水柄杓に入れてお待ちください。そして会場の皆様と一緒に打ち水させていただきますので、皆様お気